グランタワー、調布国領オルパサージュは、東京都調布市に所在する超高層マンションである。2004年9月竣工、国領駅駅前再開発事業により建設された。1階2階は、ショッピングセンター、グランタワー国ティとなっており、略称として単に、国ティと呼ばれることが多い。キーテナントは、西友国領店。2階3階には、調布市の複合公共施設。 調布市民プラザークロスが入居する。また1階には調布警察署国領交番が新設された。京王電鉄京王線の連続立体交差化事業と、それに伴う国領駅の地下化を視野に入れて、国領駅の南北で駅前再開発構想が計画され、国領駅北地区第一種市街地再開発事業として建設された。権利者数は65人。 東仏圏は国領駅北側の狛江通りと旧甲州街道の交差点の角地に位置する。再開発前には住宅地が密集しており、国領駅の駅前広場も狭かったが、再開発によって駅前広場が整備され歩道が確保された。かつては国領駅前に開かずの踏切があったため、狛江通りの渋滞が激しく、路線バスの遅延を招くとともに、 近くの時計医大第3病院へ患者を搬送する救急車までもが渋滞に巻き込まれていたが、調布市内3駅の地下化により渋滞は改善した。またこれに先んじて、隣接する国領駅南地区でも同様に再開発が実施されており、2000年6月に複合商業施設ココスクエアが開業している超高層マンションの1階部分に、 キーテナントの声優他店舗が入居する。調布市の複合公共施設。利用の際は、正面入り口から、声優の左手のエレベーターで2階3階へ登る。選挙の際は期日前投票所としても活用される。3階2階ベッドには飲食チェーン店、再開発前から営業していた個人店などが入居する。グランタワーコクティに関するカテゴリー。ありがとうございます。